なんか喋れや。なんか喋れや、お前。今、お前のズームやってんの？何や、お前、プライベートに、お前。プライベートちゃうわ、これ。仕事や。勝手に撮んなよ、お前。分かった上でやってるでしょ、あなた。うん。立ってないでしょ。はい、来ました。はい。こちら、9番村社の、はい。法輪寺でございます。法輪寺。なんとかタクシーの力借りてね、これ待ってた。乗ってん、乗ってん。乗ってない。乗ってんから。乗ってん、絶対乗ってない。これ、映像がないからさ、信じてしまうからやめて。大丈夫や。歩いたから。ちょっと歩きましたよ。歩いたよ。はい。こちらやってきましたよ。はい。はい。どうですか、歩いてみましたけども。今日はまあ、ここまでなんですけども。うん。はい、前がね、うん、なんか阿波踊り終わりで、はいはい、なんかその終わりの後はお遍路3日間やったやん、はい、でめっちゃ暑かったやん、はいはい、うん、大変やったやん、おう、うん、今日余裕まあ今日ね、天候もまあ涼しい感じでございますよ、超余裕、ピクニックみたい、超楽しい、これだったら毎日できそうだ毎日は無理やろ、お前ピクニックでさえ毎日嫌やで、俺えピクニックでさえ毎日やん、楽しいやんか、お前夢のようやな、ピクニックやって、まあまあまあ、お金もらえるってのは、おいお前。いやいやいや、ピクニックは思ってないからさ。そう。ああ、まあまあまあ、告知は来たわけなんですけども、うん、ちょっとメンバーが増えまして、今日、まあ言うたら先ほどね8番お出しはなかったんですけども、こちら9番お出しで、はい、ちょっとメンバーが増えました。誰ですか。はい、こちら紹介しましょう。はい。こちらにちょっとじゃあ来ていただきましょうかね。はいはい。はいはいはい。あら、おお。はい。おお、いいね。はじめまして、はい、ってなりますね、一応、はい、それではですね、うん、今度は日庵さんの方に、はい、はい、またこちらの佐藤さんがいてるんですかね、いつも担当していただいてる徳島新聞日庵担当の佐藤と言いますえ、何ですか、何ですか、私いいですか、はい、では、まあ、まだ僕らをね、うん、載せていただけるということで、今回なんか、うん、写真ではなくイラストで、イラストになるんですよ、僕らが、はい、乗っかるということでですね、はい、それではこちらお二人がイラストレーターで言った方がいいですかね。じゃないですか。ただ絵が上手い大学生。あ、じゃないです。でもない。あ、じゃないんですか。はい、あ、なるほど。ではゆだお遍路に参加してみたいということで。はい。はい、そうなんや。あなた自己紹介しときますか。はい、ではこちらから、はい、徳島文理大学1年生の三橋美里です。お願いします。文理大学の1年生。はい。はい、同じく文理大学1年の野村彩香です。お願いします、はい、お願いします。あ、今日はこの華やかな感じではい、いいね、うっさい男旅に花が咲いたねそうですね、よかった。僕ら男3人でね、男さ、あ、うん、申し訳ないずっとスタンバってんのここ下は遠くの方で待ってますよ、これあれ自衛隊っぽくなりましたけど姿勢の姿勢めちゃちょっとあなたね、皆さんもちょっと向こう側に行きましょう。はい、アリッチさん申し訳ない、アリッチさんごめんなさいね、ちょっと、ね、女の子とね話してると花が咲いちゃいますね。ありがとうございます、わざわざ呼んでいただいていつ呼べるって呼んでもらえると心配なことなんですけどはい、では次、はい、こちらこちらのさんです、ね、はい、はい、見どころだったりね、はい、こちらは四国霊場の九番札所小角山法輪寺と申します、はい、このお寺はですね、もともとこの讃岐山脈、向こうの向こう北側にあるんですけど、讃岐山脈の山の中にあったんですけどね、はい、その頃に弘法大師が立ち寄った時に、中には悪鬼と言いまして鬼ですね、悪鬼が横行して悪さばかりしておったんです。でそれを懲らしめるために弘法大師がやってまいりまして、はい、池があったんですけど、はい、その池のほとりにですね、白い蛇が一匹いました、はい、白い蛇がですね、昔はお釈迦さんの使いだというふうに信じられておったために、ここは何か縁があるに違いないと弘法大師は思って、はい、そこでですね、釈迦如来の像を彫られたんです。で釈迦如来の、また珍しいことに四国で唯一一体だけなんですが、釈迦如来の涅槃像、お釈迦さんが亡くなられた時のお像ですね、いわゆる陰陽が横になって、はい、北枕西向きというやつですね、涅槃像を彫られたというふうに伝えられております、はいはい、で、まあ、伝えられているというか実際あるんですけど、まだ未だにそれは残されておりまして、5年に1回の5回ちょっとだっております。そのことから、はい、元々はですね、白蛇山法輪寺というふうな名前だったんですが、はい、その後に天正の陛下がありまして、その天正の陛下の際にですね、うん、これ知ってますかね、長宗我部元親と言いまして、四国制覇を行った、はい、武将なんですが、長宗我部元親の天正の陛下というお寺行きによりまして、全てが解禁に帰してしまったために、現在は元はあった場所は焦土焼け野原と
いうふうになってます。聖徳寺、実際残ってるんですね、法輪寺跡として。はい、で、今現在はこちらに移転されておりまして、三号も昇格山法輪寺というふうに変えられたそうでございます。なので、このお寺はですね、この近くでも特に、足腰に霊験あらだかなお寺だというふうに伝えられております。はい、昔ですね、お遍路さん、はい、歩きのお遍路さんで、松葉杖なしでは歩けないというぐらいの、はい、悪いお遍路さんがいらっしゃいました。はい、そのお遍路さんがこの参道を歩いている最中にですね、こけてしまったんです。はい、ところが、次立ち上がる途中はですね、はい、もう松葉杖なくても立ち上がれるようになったという。クララが立った。そう。まさにそうです。ここで、はい、そうです。ここでクララ立ったの。クララが立ったんですよ。全然アルプス見えんけどな。ということで、はい、足腰。あ、ちょうどよかったです。僕ね、はい、ほんまに持病で腰痛と、はい、膝に爆弾かかってるんですよ、両足に。あ、もうぜひここで。今日リアルに昨日の夜中から痛いんですよ、ずっと。引っ張ってるんです。じゃあ、後から祈願しましょう。祈願しましょう。あのね、草履があるんですよ。小さい草履がありまして。はい、それ足腰です。いや、これじゃないですよ。まだ別なんですね。はい、一応、ここにもこういう、よいしょ、あるんですけども。自分の、まあ、病気の乗せてですね、ここで祈願を行うというのが、はい、昔からの習わしになっておりまして、はいはい、現在でも、まあ、わらじ編むことはできませんので、それをですね、農業所の方で、置いてございます。小さなわらじなんですけど、はい、それが足腰お願いわらじと言うんですけどね、はい、それを名前を書いたら、このご本堂に祀っていただいて、はい、それを祈願していただけるというような、行事がありますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、これはやらないといけないです、はい、僕は。よかったな、治るよこれ。ほんまに治ってほしいよ。治せるよこれ。治るよとダメやけど。そう、はい、霊剣あらか。なるほど。うん、そう、俺清水が立ったって言ったらこれ。いえ、立ってんねんもう俺。立派に二本足で立ってるからさもう。うん、清水の爆弾が取れたっていうから。まあまあまあせめてそう言うでもんじゃ。うん、ああ、行きましょうか。はい、皆さん行きましょう行きましょう。ああ、では。僕らも行きたいと思います。じゃあ、また次回。